コンパクトなステーション、マヨド、おしゃれ、前も一回行ったことある。え、四季まで行かないといけない。あ、坂戸か。終点の一個前で。たまよで今無人なんだね。だって無人じゃねえよ。たまよぞ。懐かしいな。前も歩いたんだよね。近いからさ、亀本と寄り行って。やっと歩きやすい時間になった。さっきもね、めちゃくちゃ暑かったから。もうすぐここ近いになってんだね。瞑想案内があるのはさ、昔の、鉄道っぽいよね。今の駅なんて瞑想案内なんてないから。幹線の駅だね。